皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー楽しく遊んでいきたいと思います。今回最初のコースはラッキーマンさんスマイルガトリングガンということなんですが、こちらの制作者さんのことなんですけれども、先日生放送でこの人のコース面白いよというのをおすすめしていただきまして、遊んでみたら本当にすごく面白かったんですね。なのでちょっとお気に入り職人さんに登録させていただきまして、これからもちょくちょく遊んでいきたいと思います。笑顔ガトリング砲スマイルガトリングガンラッキーマンさん、クリア率は高めでしたね。さてどんなコースになっているんでしょうか。これは笑顔ガトリング砲、これでスター取れば勝ち。タイミング見て、ほい、ここです。違った。待って、これどうすればいい。あー、なるほどね。しまった、ちょっとミスったぞ。なるほど、やり方気づくのが遅れてしまった。靴を履いて、あの連射ガトリングガン、靴の息というんでしょうか、これを履いてこうだ。はい、クッパめ。また、結構まだ長いぞ。よーし、間に合った。お邪魔します。 Yes, that's right。 なるほどね、このガトリング砲っていうんですか、名前は初めて聞きましたけど、高速でボボボってあの靴の顕微が出るやつ、あれほんと気持ちいいですよね。スマイルガトリングガンラッキーマンさんのコースありがとうございました。どなたか努力マンとか勝利マンのコースも知ってる方いたら教えてください。よろしくお願いします。はい、次こちらのコースに挑戦してみたいと思います。注目の世界、とても難しいから、スピードランザファイナル難易度イージーと書いてありますが、とても難しいに入っているコースでございます。コースの作った方はセット福さんというんでしょうかね。びっくりした。ベストタイムタックマンっていうお名前に見えたんですけど、タカちゃんという方でした。何を勘違いしているんだろう。クリア率低いのでまた結構難しいんでしょうね。難易度イージーと書いてありますが、どこまでやっていけるか楽しみでございます。ここまではでもまあ普通ですよね。割と普通の避難コースっていう感じですが、カナちゃんを踏んで上に行ってのバーネで弾かれなかったけど、まあいいや、とりあえず進んでいこう。ここは叩いた方がいいのかと思ったけど、叩く必要なかったね。よいしょ、みーサンガリアでもない、トゲメットをかぶって脱げちゃったぞ。危ねえ、ギリギリ間に合った感じ。ほい、あー、ここもね気持ちよく行ければいいんだけども、落ちちゃうんだよな。ほい、あー、なるほど、これは落ちる床やん。おい、間に合った、ハマってる。こう空中バネじゃんでいいのかな。これはこっちに行くのか、それとも右側に行くのが正解だったのか、どっちが正しいルートなんだ、わからないぞ。合ってる。合ってたー、一発クリア、やったねー。あ、すごくないですか、難易度とても難しい、一発クリアしちゃいましたよ。 0.6% ですよこのコース。いやー、我ながらびっくりだわ。あんたも成長したもんだ。スピードランザファイナル難易度イージー、福さんのコースでした。ありがとうございます。では次のコース遊んでいくで。はい、次はこちらですね。いいねランキングの世界難しい12位、ゴーゴー、難しいけどみんな頑張れるスピードラン50秒。なんかコーダさんのコースのタイトルに似てませんか。気のせいでしょうかね。クリア率 4.31% でございます。さて、まあさっきとても難しいのスピラン一発クリアしましたからね、 4% なら余裕でしょう。と今回言ってるといつもやられちゃうんですけどね。ほら、やられたー。まあ分かってた。ドスーさん降ってくるのは分かってなかったけど、一発クリアできないのは分かってた。まあいいや、別に一発クリアなんかほんのちょっとしか狙ってないんだからね。よし、いいの、スピン、ゴーパウを投げてからの、いいですね、このバネ突っかかっちゃうのが私流。お邪魔します。次は右だった、見えたぞ。ほい、砲弾を使ってこう来て、あ、三段ジャンプか、やられたぞ。これはタイム間に合わないんじゃないだろうか。12のサンガリア、間に合うかな、残り17秒。まあこのタイム設定で間に合うっていうことはないと思うんだけども、とりあえず行けるところまで行っていくる。先の様子は見ておきたいしね。残り10秒切っちゃった。
さあどこまでいけるか。諦めて最初からやり直すっていうのも一つの手ではあるんだけど、1,2,3 グリアじゃなかった。そろそろ残り1秒、タイムアップで終了でございます。まあ、結構先の様子も見えたし、この3回目のプレイでクリアできるんじゃないでしょうか。油断大敵ですけどね。よいしょ、ピョン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 、クルリンクルリンクルリン、いらないんだけどなんとなく入れちゃう、悪くて。それでタイムがロスしちゃうんで、ベイさんとかのスピランコースだとクルリン1回が命取りですからね。3段ジャンプ、よいしょ、お邪魔します。ほい、気持ちよくここまで進めてますよ。1,2,3じゃない。ここもまたパウを投げて進んでくる。ここはまた上、次はメットをかぶってからのこっちです。はい、間に合った、残り6秒、そろそろ終わりかな。上登ったらオッケー、待っててね、よし、今乗りに行ってあげる。ふふー、よっしゃー、これで今回はスプランコースを2つクリアできた。ゴーゴー、難しいけどみんな頑張れるスピードラン50秒。マッシュルームさん、ありがとうございました。はい、それでは今日の最後はこちらのコースと遊んで終わりにしましょう。カジュアルスピードランインザダンジョン、ケンゼルさん、クリア率は 7% 台、まあ割と簡単めなスピードランのコースのようでございますね。アメリカの方が作るスピランコースでどんなコースなんでしょうか。まあ最初はスピンジャンプじゃなくて3段ジャンプで、なるほど、砲弾に追いつかれないようにどんどん進んでいけようと、そういうことでございます。 1,2 のサンガリア、あ、サンガリアじゃないんだね、忘れていた。さっきはここでも、あれ、なかなかお主やるな。さっきまでのとても難しいとかより難しいんですけど、まあ得意不得意なんでしょうかね。 1,2 のサンガリア、そして上に登っていって砲弾に追いつかれないようにやり過ごしていく。で、こうか、こうです。 OK、 怖いね、砲弾に追っかけられるのね。まあ大体こういうのは振り切っちゃうか追いつかれるかどちらかなんですけれども、間に合った。ふふー、最初のあの一マスのところを抜けるところ以外は割と簡単でしたかね。カジュアルスピードランインザダンジョン、ケンジェルさんのコース無事クリアしました、ありがとうございました。はい、そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだお済みでない方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それと、くるくるくるチャンネル、できれば皆さんのご知り合いとかに宣伝デデンしていただけるととても嬉しいと思います。じゃあ明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。